サブトラです。今豚キムチをね作ってる最中というか、初めて IH 使うねんけど、ようわからへん。うん。しかもね、ザお得飯って感じだからね、肉も豪快に入れた感じ、肉も豪快に入れた感じ。まあ、隠し味何しようかなみたいな感じのところもあんねんけど、てか電気暗いな。電気つけますわ、電気。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、お兄さんって、ね、電気つけようか。じゃ、明るくなった。やっと疲れたわ。隠し味何しようかな。隠し味何しようかなってとこやねんけど。とりあえず、これでしょ。これでしょ。これでいいか。わからん。わからん。初めてこの家で IH 使ったわ。絶対うまい、これ。なんか豚入れん、キムチ入れんくても絶対うまい気がする。はい、とりあえずそのまま作っていきます。はい、ということで、まあまあいい感じに、色がついてきましたね。塩コショウとかさっと混ぜていけるかな。で、とりあえず、キムチをね入れていきたいと思います。適当に、もう男やから適当にいくです。適当に、キムチを入れていきたいと思います。焦げ目なってきたんちゃうん。これ絶対美味しいやん。ね、僕はちょっと濃い味の方が好きやからね、もうちょっとなんかそのタレっていうタレをねつけたとかなっていう風に入れようかなと思います。もうちょい気持ち欲しいな。しゃっ、もうちょい気持ち欲しいなってことでキムチも入れてしまいました。よい、絶対美味しいこれ。はい、絶対美味しいですねこれね。分からへんけど味は。はい、こんな感じでね、作っていきたいなっていうふうに思います。はい、それでは後ほど。というわけでね、完成しました。こんな感じです。見えるかな。豚キムチ丼美味しいんか分からんけど、とりあえずねいただきます。食べていきたいと思います。初めてね使って IH 食べていきたいと思います。肉でかいな。もうそのままいったからな。ほら男って感じやろ。切ってもない、いただきます。肉絡まってる。とりあえず味やな。うん、美味しい。ご飯作れるやん、やればね。やればできるやんっていうね。普通に美味しいねんけど、びっくりした。マジでみたいな。はい。でね、まあ、作れるってことをね、証明できたんちゃうかなって思います。はい。まあ、まだ結構残ってて、まだ、こんな感じやねんけど、こんな感じやねんけど、はい。こんな感じなんですけど、まあ、これはね、ちょっと、ツイッター用にね、写真撮ってから残り食べたいなっていうふうに思います。はい。やればできる男トラキシ。はい。基本でね、ちょっと調子がありましたけど、以上で、今日の動画は以上でございます。ありがとうございました。